令和元年5月の壁面掲示です。掲示に使ったものは捨ててしまわず、使えるものは箱に入れて取ってあります。これをレイアウトを考えながら壁に貼っていきます。藤の花がぺちゃんこになっているところは、ハサミの先を間に差し込んで開きながら引き抜くと花が開きます。ねじれも直しておきましょう。赤い丸で囲んだ部分、少し花がふっくらしたのが分かりますか？藤の花とあやめの花は去年ケージに使ったものです。それに立体的なあやめの花と今年の元号にちなんだ序文を載せてみました。